国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたち中市にある日本の国営公園である、ひたち海浜公園周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2012年10月撮影の12枚を合成作成。この地域は、1938年に、三鳥区軍飛行学校、 大日本帝国陸軍ミト飛行場が建設され、第二次世界大戦後の1946年6月にはアメリカ軍ミト社爆撃場として利用されていた。その広大な跡地は1973年3月15日に日本国政府に返還され、首都圏整備計画の一環として整備されたものである。1979年に事業着手。 1984年に造成工事が開始され、1991年に約70ヘクタールが開業した。その後、何度も拡張を繰り返し、今に至る。公園の総面積は350ヘクタールに及んでいる。この面積は東京ディズニーランドの7倍程度の面積に当たるが、実際に公園として利用されているのは、南側の191.9ヘクタールで、 全体の約55%に止まっている。なお、かつては東京ディズニーランド建設候補地に上がっていたが、マイハマが建設地として決定したため撤回された。茨城県内における花の名所の一つでもあり、4月頃の水仙チューリップ、5月頃のネモフィラ、10月頃のコキアなどの時期にはキャンペーンイベントも行われる。ロックインジャパンフェスティバル開催時には、 利用が制限される。見晴市し農家、春のネモフィラ見晴市し農家、秋のコキア見晴市し農家、秋のコスモス卵の森フラワーガーデン見晴市しの里里の家観覧車、プリンセスフラワー、プレジャーガーディーンエリア砂丘エリア公園は7つのエリアに分かれており、その中に個々のアトラクションが設置されている。アトラクション間にはサイクリングコースが整備され、 広大な敷地を自由に行き来することができる。また、主要なアトラクション間を結ぶシャトルバス、シーサイドトレインもある。なおこのエリアは、世にも奇妙な物語2012年春の特別編の、鈴木福主演における、7歳になったらの劇中で、観覧車や遊園地の風景で、ロケ地となった。また、刑事ドラマ、古畑任三郎第二期において、木村拓哉ゲスト会、赤か、 青果のロケ地としても使われた玄関口となる勝田駅。ありがとうございます。